あ、ついでに言っとくとね、面白くしたい場合とかね、どうやってそんなん身につけたんですか。僕ね、別に全く喋れなかったからね、僕ね、僕面白いこと言ってるつもりはないんですけどね、笑ってくれるわけですよ。もうあーって言っただけで笑ってくれる人いますからね。いろんなことは、まあ、勉強はしましたけどね、綾小路きみまろさんとかね、の DVD とか昔かなり買って見てましたしね、また DVD っていうのが昔っぽくていいですよね。 CD とかね、聞きまくりまくりしてしてましたね。ああいうのでこう、まあとかテンポとか落語も見に行きましたし、聞きに行きましたし、 CD とかいっぱい聞きましたしね、お笑い番組とかも見ましたけどもね、落語とかね、一番勉強したのは落語とね、綾小路きみまろさんですね、漫談ですね、あれはね、ああいったものをよく見ました。あと志村けんさんのコントとかね、もうそういったところはよく勉強しましたけども、あとはね、楽しくするとかユーモアのセンスを身につけたければね、縦腰体操です。縦腰体操やってなかったら僕もこんな風に今絶対喋れてないです。ワンデーセミナーでも最初びっくりした顔してる人と、最初から笑ってる人と両方いるんですけどね、最後全員笑ってます。昔警察官の前で講習した時もね、もう捕まるんちゃうかと思いましたけどもね、最初ずっと睨みつけてきてますからね。ところが警察官でさえも最後笑って、全員笑ってましたからね。政治家さんも全然笑わなかったけども最後笑ってましたね。政治家さんの場合は全然笑えへんなこの人たちと思ったから、もう体操やったらめちゃめちゃ勢力上がりますよって言ったら食いついてきて、そっからもう簡単でしたね。ユーモアのセンス磨きたい場合はね、あの縦腰体操なんですよ。なんでかっていうと、これね、縦腰体操ってこう絶対声に出してやるじゃないですか。今のもお尻パッカーン、うんこパロンとかね、ここけれくるんとか、おはよう、おやすみとかね言うでしょ。ペコーリとかズーパカフンワリとかね、こういったね、擬音擬態語、特に擬音擬態語っていうのがユーモアのセンスを磨くのに非常にいいんですね。だから企業研修とかでも昔伝えてたこともあるんですけれども、ユーモアのセンスとか営業力ですよね。会社とかの場合、営業のセンス磨くとか、やっぱこう伝えるのがつまり上手にならないといけないじゃないですか。ユーモアセンスとかも必要だと。たときに縦腰体操が有効なんですね。で、体幹部が柔らかいといろんなものが出ます。相手の反応、コミュニケーション能力を高めなかったら体幹部です。体幹部全然動いてないやつの前で喋ってみてください。もう嫌ですよ、ずっとこう、へえ、そうなんや、へえ、めっちゃ面白いそれ、へえ、そうなん、すごいなそれ、はっ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 は、めっちゃすごいって。こんなやつの前で喋りたくないでしょ。もう体幹部動いてたらもう反応のさんまさんとか体幹部めっちゃ動いてますからね。だから面白いんですよね。そういう人の前だと喋りやすいし、反応こう反応してるように見えない、反応してるつもりなんですけどね。こんな状態でここだけうなずかれてたらわざとらしすぎて嫌なんですよ。そうなんですね、すごいですね、そうなん、これも鬱陶しいわけですよね。体幹部が動いてたら別にそんなうなずいてなくてもここでうなずく感じですね。ここでうなずいてる感じ慣れたらですね、もうすごく相手乗らせることができるし、だから営業成績上がったりとかね、すごく喜ばれたりしていましたね。で、ユーモアのセンス磨くにはそういった一個、体幹部を柔らかくすることと、あとね、このオノマトペ、カトちゃんペ、オノマトペが非常に重要なんだから、今一度ね、オノマトペの重要性で、オノマトペ得意なのはいつも言うように子供と、女性の方が絶対に得意です。なんでかっていうと、これは子供って絶対教えてもないのにオノマトペ使うでしょ。オノマトペって擬音擬態語のことね。それはなんでかっていうと、脳というのはね、大人になっていくっていうのは脳が分化していくってことなんですよ。分化していくっていうのは、脳っていうのはエリア51ありますね。51ありますよ。脳っていうのはいろんなエリアがありますよね。言語や運動や感覚やとか聴覚やとかありますね。子供の頃はね、その脳の文化がまだ未発達なんですよ。あんまりちゃんと分かれてなくて、全部の脳を使うわけです。だから子供は言葉がなかなか出ない、とかね、なりますね。あれね、言語やという部分だけでまだ喋れないからなんですよ。だから全脳をリンクさせて喋るから、その中で擬音語が出ちゃうわけですね。でも大人になっていくってことは、ある意味言語やだけで喋るようになっていくってことなんですよ。脳が分化していくってことなんですよ。聞くのは聴覚やね、喋るのは言語や、運動するのは運動やと感覚やだけになっていっちゃうんですよ。こうするとね、こういう風になっちゃうと面白くない人になっちゃうんですね、どうしても。だけどそこで登場したのが縦腰体操。昔の僕なんか全然面白くない人間でしたからね、そういう脳になってたから。要するに子供の脳になっていくわけですよ。体幹部を柔らかく動かしながらこの擬音擬態語を発生しているとですね、脳が一部で使うっていうのがなくなってくるんです。全脳をちゃんとリンクさせて喋るようになるんですよ。子供とか女性は全脳をリンクさせて喋るから、喋る時に言語やだけで喋らないんですよ。喋る時に聴覚やも運動やも感覚やも使って喋るから、オノマトペが出るんです。感覚的な言葉でしょ、オノマトペってね。ところが一番のおっちゃんですよね、硬いおっちゃん、特に股間が硬いおっちゃんちゃいますよ。いわゆる頭が硬いって言われるおっちゃんは、喋る時も言語やだけで喋っちゃうんですよね。で、そういう脳を変革するのが縦腰体操で、だからオノマトペが効くので、今一
度ね、もうオノマトペこうこっこっけーくるんってしっかり発声しながら縦越し体操やってほしいですね。あと普段日常からオノマトペしっかり使っていくっていうのも有効な手段になりますので、今日一日中オノマトペしか使わんぐらいでやってみても面白いかもしれないよ。実況中継するね、自分の動きをね。やってるとね、ユーモアセンスが磨かれたりね、面白い人間に変わっていきます。もうだから頭が硬いって言われてたおっちゃんがね、めっちゃ会社でも人気出たって、部長が人気出たとかね、喜ばれてる人もいましたし、そういった声もたくさんいただいてますんでね、ぜひやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。